何なんですかあれ。知らない。え、知らない、知らない。死ぬられたよ。え、どうなんですかこれって。え、なんかいますよ、なんか。なんかノコギリ切ってる音がするんだよ。千羽鶴みたいなのある。ああ、どうもです。やってきました。今日はね、表町ですね。岡山っけ、表町っていう存在はしてたんですけど、ってことがない、表町に。そうだ、この近くにオランダ通りっていうのがあるから。ああ、だから、なんか前、岡山とオランダの交流パーティーみたいなのをやってたけどね、この通りで。ああ、何なんですかあれ。知らない。え、知らない、知らない、知らない。天使やね、何のお店ここ。何だろうこれ、なんて書いてあるんですか。大盛り、あ、薬局ですかね。薬局、すごいこの迫力。いやしかない。でもすごいですね、初めて見ましたこれ。薬局ね。上野町ってこと。上野町かな。上野町、上野町ファンタジー。恐竜の赤ちゃんをプテラノドンが。やっぱオランダだから、やっぱチューリップ。ああ、確かにチューリップね、有名ですね、オランダって。Wi-Fi が通ってましたね。お前表町ストリート Wi-Fi ってね。なんか、え、満足？え、何これ、何なんそれ。あ、上映レッスンみたいな、とスタジオ、OC だよ、スタジオ。ミュージシャンが持ち帰り時、何っすかこれ、ミュージシャン日本じゃない。うわ、え、怖いっすね。マジやろ。すごいですね、これ死ぬられたよ。死ぬな。いや、びっくりした。人の顔がパンツって。ちょ、ここ行ってみる？この上。どうなってる？え、何なんですか？え、何すごいね、こんなデカデカと。レイは怪しげな席だ、席だ。母が死んで、何でも立ちますが入らせてくれません。私の子供を。え、どうなんですかこれって。え、何これ。え、こう、なんかこう、え、これ、なんだろうね。持って帰っていらっしゃる。ぜひ友人にご紹介ください。なんか入ってるわけでもない。そう、ちょっと待って、星間デニムラーメン、なんだろうね。ま、マジだ。このせいでおかしくなったんだ。めっちゃもうなんか青い光が。え、なんかいますよ、なんか。これは、あ、ほんまや、魚。あ、金魚や。金魚、びっくりした。なんかでもなんか映っとんか思ったな。僕も見なんか反応しとんかなと思って。なんか触ったらって言うわけでもないよね。僕はもうね、千日前商店街っていう、ああ、
有名な。昔はね、ここがね、ポルノ劇場があって、みんなもう寄ってたかって行ったという。ここは。うん。なんかこっちになんかそういう公共の施設っていうか市民会館がなんかできるっていう今この。うん、らしいよ。なんかノコギリ切ってる音がするの。なんかノコギリ切ってる音するよね。しますね。怖。ノコギリ切ってるって。怖い。ずっと。と思った。やってねえよ。何これ千羽鶴みたいなの。怖。もし事故でなんかの、まあそれあるかもしれない。工事で事故でみたいな。うん。そのまんま残ってるからね。ファンの方が1200円。女性大学生が1200円。深夜が900円。昔の名残で、いうわけでここで締めたいと思います。今日はちょっと本当ちょっと怖かったんですけど、ちょっとねえ、出だしから、まあ出だしはまあティラノサウルスから始まり、で急になんか宗教じゃないけど、なんかそういうちょっと、おばちゃんがねのなんか書いた一言からの、なんかまあ金魚とか、金魚とか魔法使いなんか、まあ、からんで、またノコギリの音、千羽鶴、ね、なんかいろいろありますね。不思議なところですね、ちょっと思ってしまう、ね、ね、まあ、ぜひ、ちょっと気になった、ちょっとね、怖い意味でもありますけど、気になったらね、表町の方に足を、肝試しじゃね、肝試しじゃないですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあまたね。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。